れが次の標的だな。思ったよりも早く来ましたね。さあ出てこい魔女よ。いや魔人の使いどもよ。あの人間、私たちのこと。なんで？聖言はもらい受ける。逃がしはしないからな。聖言のことまで。そうだ。俺はそれを手に入れ、映画を極めるんだ。とことんまで俺の欲望を満たすんだ。聖言を手に入れたからといってあなたの欲望を満たすことはできないと思いますけど、別に集めたからってお宝が湧き出てくるようなもんじゃないんだけどね。お前らにとってはな。だがな、我はまったく肥大した己の欲望で薄汚れた顔だね。典型例だよ、破滅する人間の。破滅などしない。それはお前らだ。何か裏がありそうですが、いずれにせよ標的であることに変わりはありません。そうだよ、ヒー様、仕留めちゃおうよ。分かってるわ、分不相応な欲に溺れたものよ。裁きの時は来た。あとはもう落ちるだけよ。この戦いが終われば故郷に戻る。レル、あなたを倒せば少しは気が晴れるかしら。
戦い。悪く思わないで。
素晴らしいです。お見事です。
してやる。顔を手に入れるんだ。とあんた良い方が生き残るぞ。そこ
回収できたし、ただドタバタだね。ここを去るのはもはや明らかとなってしまいました。そろそろ潮時です。次の拠点へと向かいましょう。 鳥跡を濁さずですわ。じゃあまた闇へと溶け込もうか。ええ、やれやれ。ガラハは失敗か。<笑>まずはこのことを報告に上がらねばな。